いつもロペラやウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2016年モデルのミニクーパー S クロスオーバーオールフォーマリーンをご紹介させていただきます。まずお車の状態からですが、走行距離1万3000キロ走っているお車です。ですけども車両材非常に良好です。運転席側のドアミラーですね、若干の擦り傷は見られますが、それ以外特に大きな傷はございません。コンディションは良好なお車となっております。こちらのオールフォーマリーンですね、日本国内限定150台と大変希少なお車です。ディーゼルモデルが100台、こちらのガソリンモデルが50台の振り分けとなっております。外装色は専用のカイトブルー、インテリアはブラックのハーフレザーのシートが使用されております。またドアミラーキャップとルーフの部分はホワイトに塗装されておりますので、非常に夏らしいお車となっております。アルミホイールは専用の18インチのアルミホイールが装備されております。またサイドのストライプですね、波を打つようなイメージのストライプが施されております。クロスオーバーですので、しっかりと後部座席もお使いいただけますし、お荷物の方もしっかりと積んでいただけます。オール4ですので 4WD 駆動となります。どんな道でもしっかりと走りこなせるお車です。続きましてトランクの方ですね、ご紹介させていただきます。開けていただくときはこちらのミニのエンブレムを押し込んでいただいて開けていただく形になります。ハッチバック形式ですので、お荷物の積み下ろしは非常に楽々できるかと思います。もちろん後部座席倒してお荷物の方も積んでいただけます。続きましてインテリアの方をご紹介させていただきます。インテリアのサーフェスに関しましては、こちらもマリーン専用のインテリアとなっております。シートの方はハーフレザーのスポーツシートですね。運転席は若干使用感は見られますが、そこまで気になるものではないかと思います。その他は大変綺麗な状態となっております。でエンジンの方かけていきます。はい、エンジン始動も全く問題なしですね。ステアリングはマルチファンクション付きのステアリングとなっております。またこちらの車、ナビゲーションはカロッツェリアのポータブルナビゲーションが装備されております。で速度メーターはセンターですね。またこちらの方でしっかりと AX チューナーです。 CD 等もしっかりとお聞きいただけるオーディオが装備されております。またセンターのパネルの部分ですね、こちらスポーツモードが装備されております。サスペンションもスポーツサスペンションが装備されておりますので、よりスポーティーな走りをお楽しみいただけるかと思います。シフトはセンターにですね。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席も使用感なく大変綺麗な状態です。特に気になる匂い等もいたしません。しっかりとドアのアームレストが装備されておりますので、ゆっくりとくつろぎながらドライバーをお楽しみいただけるかと思います。で今回は2016年モデルのクロスオーバーオールフォーマリーンをご紹介させていただきました。内外装ともにコンディション良好ですし、新車保証の方も平成31年の2月までたっぷりと残ったお車となっております。限定150台ということで大変希少価値も高いお車ですし、この青と白のコントラストが非常に色鮮やかなお車となっております。クロスオーバーですので、しっかりと5名様お乗りいただけますし、ナビゲーションも装備されておりますので、ご遠方へのドライブも安心していただけるかと思います。ぜひともご検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。